はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、冬の保温対策の検証動画なんですけど、前回こちらの方をねご紹介して、まあ、動画を作ったんですけど、まあ、その時は気温が高い時期で冬になってどうなるかっていうのを検証できてなかったんですよね。なので今回は他の方法を含めて、まあ、再検証していこうかなと思います。で、今回検証する保温方法なんですけど、まずこの前回のビニールのやつですね、それの再検証と、あと新たにこれですね、段ボールです。段ボールでこういう風に囲った場合と、次はこれですね、発泡スチロール、発泡スチロールの場合と、まあ、最後はスタイルフォームですね、スタイルフォームで囲った場合と、まあ、これの作り方はですね、段ボールに関してはガムテープで貼ってますね。で、こっちの2つはグルーガンですね。グルーガンでこことね、あの四隅を留めてるっていうだけですね。もう簡単にね、完成します。はい、ということでね、今回はね、この4パターンでね、どれが一番暖かさが保てるかを検証していきたいと思います。はい、ということで準備をするんですけど、まず温度計ですね、3つ用意してます。全部ね17度になってます。はい、で保温なんですけど、こちらを使います。並べるとですね、緑商会さんから発売されている幅7センチ、長さ85センチのやつですね。で、表面温度なんですけど、36から39ってなってますね。他のパネルヒーターに比べるとちょっと低めなんですよね。この商品を使って検証していきたいと思います。開けたらですね、こんな感じで、ほんとね、ベルト型のヒーターで85センチあるので、ちょっとね、下も黒なので分かりにくいんですけど、こんだけ長いんですよね。なのでこのレプタイルボックスが3つですね、3つは置ける感じになってます。で、検証するのが今回4つあるんですよね。なのでこっちを先に調べて、その後こっちをねやろうかなと思います。じゃあちょっと準備しますね。温度計はね、真ん中に置きます。で、パネルヒーターも真ん中に設置しましょうかね。はい、で、こっちにスタイロフォームで、こっちが発泡スチロールですね。ここでいいかな、温度計は。はい、ということでこれで準備ができました。今ね、入れたばっかりなんでまだ17度ですね。こっちもちょっと見えにくいですけど17度になってます。はい、ということでこの状態からスタートしたいと思います。はい、今だいぶ時間経ったんですけども、この中ですね、温度の方、今ちょっと見えにくいですけど、見えるかな、見えましたね、21度になってますね。はい、で、こっちは22度ですね。はい、やっぱりスタイルフォームの方が1度高いですね。すごいです。まあね、外の温度はね17度です。はい、ということで次ですね、段ボールとこのビニールの方やっていきます。で、温度の方が今17度ですね。今さっきと同じです。じゃあここに入れて、また同じ条件ですね、やっていきたいと思います。はい、ということでしばらく経ったんで温度の方ね見ていきたいと思います。ビニールの方ですね、見えるかわかんないですけど、一応22度になってます。で、こっちの方なんですけど、こっちの方が21度なんですよね。はい、なんとね、段ボールの方が1度低かったですね。そんな感じの結果になっております。はい、ということで、ついでに実験したいことが1個あるんですけど、
この状態でパネルヒーターを切ってどのぐらいの時間で、まあ、元の温度になるかっていうのをやりたいと思います。時計がね、今ね10時なので今からパネルヒーターを切ります。はい、ね、切りました。この状態でどのぐらい維持できるか最後に確認していきたいと思います。はい、ということで今1時間15分ぐらい経った状態で、まあ、外の気温が16度ですね。で、中が18度ですね。で、こっちは19度ですね。19度です。1度違いますね。ということで引き続き様子見たいと思います。はい、ということで今12時前ですね。中の様子見ていきます。こっちがですね、もう17度になっちゃって、外の気温とあんま変わんなくなりましたね。で、こっちの方も、まあ、17度で外の気温と変わらなくなってるので、まあそんな感じの結果になっております。よいしょ。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。どれが一番保温できるかっていう動画でしたけど、皆さんね、どんな予想してたかわかんないんですけど、僕はこれの凄さにね、ちょっとびっくりしましたね。まさかね、段ボールと発泡スチロールよりね、温めることができるとはね、思いませんでしたね。まあこのスタイロフォームはね、断熱材として売られてるので、まあ、これがね、上位に来ることは予想はしてたんですけどね。はい。そんな感じでね、まだまだ寒い日が続きますので、今からね、保温対策する人は、ぜひ参考にしてね、設備を整えてみてください。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。